熱シールドは熱源からの熱を拡散、反射あるいは吸収することによって内部の物体を高熱から守るためのものである。エンジンから放出される多量の熱による周辺部品や車体へのダメージを減少させるために熱シールドはほとんどの自動車のエンジンに使われている。自動車の熱シールドにはステンレス鋼や鉄などの鋼板から作られたものや フォーミュラワンカーにも用いられる薄いアルミニウム箔でできた曲がりやすいものなどがある。スペースシャトルに使われる熱吸収熱シールド地球、火星、金星等の大気を持った天体に着陸する宇宙船は高速で大気圏再に突入し大気の抵抗により速度を落とすことになる。この副作用として断熱圧縮による加熱が発生する。宇宙船用の熱シールドは 熱を拡散する特殊な物質でできた保護層から構成されている。プラスチック樹脂からできた熱除去、ヒートシールドとスペースシャトル等に使われる炭素、繊維強化炭素複合材料からできた熱吸収熱シールドの2つのタイプに大別される。火星探査ローバーのパーサビアランスにはフェノールシンカーボンアブレータの熱シールドがあり、最大化し二千四百度に耐えられるとしている。 様々な工業過程で熱に弱い部品を保護するためにしばしば熱シールドが用いられる。セミオートマチックやオートマチックのライフルやショットガンには射撃時の熱から射撃手の手を保護するための熱シールドがある連射により加熱しやすい機関銃、短機関銃においては効率的に熱を発散するために形状を工夫されているものもある。ありがとうございます。